朗読職人範介の,の青空文庫をご視聴いただき誠にありがとうございます今回は寺田虎彦の随筆備忘録より金平塔を朗読いたしますこの備忘録からは以前閃光花火を朗読いたしておりますさて金平塔は戦国時代にポルトガルから カステラなどとともに長崎から我が国へ伝わったと言われておりますコンペイトという呼び名はポルトガル語で砂糖菓子を意味するコンフェートがその語源なのだそうです当時はとても珍しくクゲや位の高い武士にしか口にすることができない貴重品とされキリスト教宣教師のルイス・フロイスは京都の二条城において織田信長に越見した際に 献上品の一つとしてコンペイトを差し出し、信長はその形と味に大いに驚いたそうです。しかしポルトガル船の来航が禁止されるとコンペイトの輸入は途絶え、一時はコンペイトが出回らなくなったそうですが、その後長崎の菓子職人が研究の結果コンペイトを作り出したと言われております。コンペイトは核となる結実部などに 砂糖を溶かした蜜を振りかけては乾かして、という作業を2週間から20日間も繰り返していくうちに、少しずつ角のような突起物が形成され、次第に大きくなるのだそうです。寺田虎彦は、コンペ平糖が丸くならずに突起物が形成されるということに関心を持ち、弟子に実験をさせたそうです。これがコンペ平糖に関する初めての実験であると言われております。 前置きが長くなりましたが、それでは、寺田虎彦作、美暴録より、金平ーをお聞きください。寺田虎彦、美暴録より、金平刀。金平ーという歌詞は、今日では、ちょっと普通の歌詞や駄菓子屋には見当たらない。聞いてみると、 キャラメルやチョコレートにだんだん圧迫されて、今ではこれを製造するものが極めて稀になったそうである。もっとも小粒で青、黄、赤などに着色して小さなガラス瓶に入れて売っているのがあるが、あれは少し製法が違うそうである。このコンペイトの出来上がる過程が実に不思議なものである。私の聞いたところでは、 純量な砂糖に少量の水を加えて鍋の中で溶かしてドロドロした液体とする。それに金平糖の深核となるべき消し粒を入れて尺子で攪拌し、尺喰上げ尺喰上げしていると自然にああいう形に出来上がるのだそうである。中に深核があってその周囲に砂糖が凝固してだんだんに成長することには大した不思議はない。 しかしなぜ、あのように角を出して成長するかが問題である。物理学では、すべての方向が均等な可能性を持っていると考えられる場合には、シンメトリーの考えから、すべての方面に同一の数量を付与するを常とする。現在の場合に、根平等が成長する際、特にどの方向に多く成長しなければならぬという理由が考えられない。 それゆえに、コンペイトは完全な球状に成長すべきであると結論したとする。しかるに、コンペイトの方では、そういう論理などには頓着なく、ニョキニョキと角を出して成長するのである。これはもちろん、論理の誤尾ではない。誤った過程から出発したために、当然に生まれた誤った結論である。 このパラドックスを解く鍵はどこにあるかというと、これは筆教、統計的平均について初めて言われ得る全ての方向の均等性ということを具体的に個体にそのまま適用したことが第一の誤りであり、次には平均からの利敗が一度でき始めると、それがますます助長される、いわゆる不安定の場合のあることを忘れたのが第二の誤りである。 平均の休憩からの偶然な統計的移動、フラクチュエーションが一度少しでもできて、そうしてそのためにできた高いところが低いところよりも成長する割合が大きくなるという物理的条件さえあればよい。現在の場合にこの条件が何であるかはまだよくわからないが、そのような可能性はいくらも考え得られる。面白いことには、コンペイトの角の数が ほぼ一定している。その数を決定する因子が何であるか、これは一つの極めて興味ある問題である。従来の物理学では、このコンペトの場合に問題となってくるような個体のフラクチュエーションの問題が多くは観客されてきた。その移動がいつも自動的に打ち消されるような条件の備わった場合だけが種として取り扱われてきた。 そうでない不安定の場合は、いわば、見ても見ぬふりをして過ごしてきた。筆教は、そういうものをいかにして取り扱ってよいかという検討がつかなかったせいでもあろうが、一つにはまた物理学が、その伝統の岩窟にはまり込んで、スキを盗んでいたためとも言われうる。物理学上における、偶然移動の現象の研究は、近年になって、 いくらか新しい進展の諸行を漏らし始めたように見えるが、今のところ、まだまだその研究の方法も幼稚で、範囲も甚ははだ狭い。そういう意味から、コンペイ島の生成に関する物理学的研究は、その根本において、将来物理学全般にわたっての基礎問題として、重要なるべきあるものに、必然に本質的に連関してくるものと言ってもよい。同じ意味で、 将来の研究問題と考えられる数々の現象の一つは、リヒテンベルクの放電図形である。これも従来は、ほとんど骨董的題目として観客され、たまたまこれを研究する構図化は、多くの学者の嘲笑を買ったくらいである。ところが皮肉なことには、最近に至って、この現象が、電気工学で高圧の測定に応用される可能性が認められるようになって、 だんだんこの研究に従事する人の数を増すように見える。しかし今までのところ、まだ誰もこの現象の生因について説明を試みた人はいない。しかるにこの現象は、その根本の性質上、おのずから、根平等の生成と、ある点まで共通な因子を持っている。そしておそらく将来ある、一つの石によって落とさるべき、二つの鳥である。 生物学上の生命の問題に対しては、今のところ物理学は何ら妖怪の権利を持たない。ロード・ケルビンは地球上の生命の種子が高圧によって星の世界から運ばれたという想像を述べた。しかしそれは生命そのものの起源に対しては枝葉の問題である。今のままの物理学では、 おそらく永久に無力であろうが、もし物理学上の統計的移動の研究が今後次第に進歩していけば、この方面から意外の鍵が授けられて、物質と生命との間に橋を架ける日が到着するかもしれないという空想が起こる。外情を往来している人間の数についてある統計をとってみると、その結果は個々の人間も あたかも無償のガス分子ででもあると同様な統計的分布を示すことが証明される。もし人間以外のあるものが他の世界からこれら外上の人間についてただこのような統計的分布に関係した事柄のみを観察していたならばそのものの目には人間は無償の微分子としか見えないであろう。そうしてその同じ微分子が一方で有機的な 国家社会的の機関を構成しているのを見て、その有機体の生命の起源を疑い怪しむに相違ない。このアナロジーから喚起される一つの空想は、もしや生命の究極の種が、一つ一つの物質分子の中にすでに備まっているのではないかということである。物理学者は、おそらくただ、その統計的の現れのみを観察しているのではないだろうか。 そうして、無償の微粒と思っているものが、生物という国家を作り、社会を組織しているのにあって、驚き怪しんでいるのではないだろうか。同一元素の分子の個々のものに、個性の可能性を認めようとした人は前にもあった。ついでに、原子個々に、それぞれ生命を付与することによって、科学の根本に横たわる、生命と物質の二元を、 ひとまとめにすることはできないものだろうか。コンペイ島の物理から出発したのが、だんだんに空想のはしごをよじ登って、とうとう千個の秘密の謎である生命の起源にまでも立ち入ることになったのは、我ながら少しく脱線であろうと思う。近年の記録を破った今年の夏の暑さに酔わされた知人の水中語のようなものであると見てもらう方が、 適当かもしれない。それにしても、この面白いコンペイが、千島アイヌな何ぞのように滅びていくのは惜しい。天然物保存に骨を折る人たちは、ついでにこういうものの保存も考えてもらいたいものである。